フォレストシーの藤本と申します。よろしくお願いします。我々フォレストシーはですね、ジオウェイブという独自の無線規格を持っておりまして、このようなですね、山間部で長距離飛ぶ無線規格でございます。こちらを使ってですね、山間部の携帯がつながらないような場所でも、いわゆる IoT、通信をつないでですね、IoT ができるようになると、そんな仕組みの技術を持っている会社でございます。今回この展示会でご紹介したい機器がこちらになります。こちらがですね、ジオベースという機器になりまして、この非常に小型の機器なんですけれども、こちらを山間部の山頂とかですね、高いところにこのソーラーバッテリーで駆動させて設置をしていくことで、携帯がつながらないような山山間部でもですね、IoT のための通信が広域でできるというような仕組みになっております。でそのインフラの中でですね、例えばこのジオチャットという製品もあるんですけれども、まあ、こちらを使って、林業者の方などが事故があった時に携帯圏外でも SOS を出して、助けを求めると、そんなことも実現できるような仕組みになっております。で我々このジオウェイブを使ってですね、山間部が多いような中山間地域のために貢献していきたいと思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。